いわきから白川を経由して猪苗代湖を目指している文献さん。花落ちに入りました。おー、ちょっと待って。路肩から投げ捨てられたとみられる大量のゴミ。ここで鈴木ドライバーも参戦します。わー、まとめ。鈴木ドライバーエンジン全開です。100万馬力の大活躍。全然持ってないみたいな。この路肩の下に6袋ありました。この日の行程11キロ。いつしか棚倉町に入り、久慈川に着きました。本日10袋目。この日文献さんを目撃した男たちが翌日やってくることになるのです。雨は本降りに。とそこに、おはようございます。よく見てますよ。ありがとうございます。手伝う。え、今日ですか？いいんですか？ちょっとだけど。うわ、嬉しい。ほら、応援連れてきたから。近くで工事をしている皆さんが文献さんの到着を待ち受けていたのです。就業前の30分手伝ってくれることに。オリジナルトングは仲間の証です。行けるところまでよろしくお願いします。頼もしい皆さんと共に作業開始です。希望のかけら、希望のかけら、終わります。雨にもかかわらず草むらに入って拾ってくれた心優しき男たち。予定の30分はあっという間に過ぎていきました。皆さん、ありがとうございました。こんなにやったんですね。面白かったですね。もう一回やりたいなと思って。希望の方、希望の方。雨がすごくなってきましたね。わあ、行く手にはおしっこが見えます。うわあ、パンパンだ。雨の中進んだこの日の行程8キロ。雨に負けんな、頑張るぞ。お花とも心を通わせるようにして、今日のゴール地点着きました。本日6袋目。2日間で拾ったゴミの量は合わせて16袋。重さは50キロ以上に。手伝ってくれた皆さんに感謝です。よし、もっと拾っていくぞ。歩いた総距離はついに1000キロに。福島県をきれいにする旅はまだまだ続きます。